こんにちは。有限会社はじめ研究所所長坂本はじめです。私はロボットアニメのロボットを作りたいという夢を実現するためにヒューマノイドロボットを開発しています。そもそものきっかけは、私が中学生、高校生の時に見た機動戦士ガンダムというロボットアニメです。ガンダムは身長が18メートルもある非常に大きなロボットです。人間の形をしています。パイロットがガンダムに乗り込んで操縦します。当時の私と同じぐらいの主人公のアムロが成長していって強くなっていく、そういうストーリーが好きでした。ガンダムのプラモデルもたくさん作りました。当時はガンダムのプラモデルが品切れで、なかなか手に入れることができませんでした。自転車でおもちゃ屋さんを何軒も何軒も回った、そういう記憶があります。ガンダムのプラモデルを作りながら、将来はガンダムのようなロボットができる時代が来るのかな、ガンダムのようなロボットを作る仕事がしたいなと思うようになりました。ガンダムの話の中では、ガンダムはコンピューターで制御されています。主人公のアムロも電子回路を触ったり、コンピューター、ガンダムのコンピューターを触ったりするシーンがありました。そこで私は大学は電気電子工学科に進学をしました。大学を卒業するとき、就職先はと考えていると、ガンダムが浮かびました。そこでガンダムを作れそうな会社はないかなと探して決めたのが大型機械メーカーでした。会社では私は大型機械を動かすソフトウェアの設計を担当しました。ガンダムではないですが、ガンダムのような大きな機械、ガンダムよりももっと大きな、人型をしていない、ロボット機械、そういったものを動かす経験をたくさんしてきました。2002年二足歩行ロボットの格闘競技大会ロボワンが開催されるという情報をインターネットで知りました。そこではなんと個人で一人で二足歩行ロボットを開発していたんです。非常に驚くと同時に、すごい、今まで夢だと思っていた二足歩行技術がついに現実のものとなってきた。ガンダムを作れそうな時代が来たんだ。21世紀はまさに夢の世紀じゃないかとワクワクしました。心が躍りました。そこで
早速アパートの、まあ、畳の部屋で一人で二足歩行ロボットの開発を始めました。始めてみるとこれがまた非常に面白く没頭しました。お昼ご飯を食べるのも忘れてロボット作りに夢中になりました。よしと思って2002年12月4日有限会社はじめ研究所を設立しました。そしてヒューマノイドロボットの開発に専念することにしました。目標はガンダムと同じ身長18メートルの人型のロボットです。ロボットの、コックピットに乗り込んでそのロボットを操縦します。そして僕が一番ガンダムをうまく操縦できるんだと叫んでみたいです。